ちゃんと広報誌作ってます、素晴らしいものが完成しましたよ。これを読んだ高校生はうちの大学を志望すること間違いなしです。へえ、何なんですこれ。高校生たちに筋トレの素晴らしさを伝える物語ですよ。筋肉を動かすと様々な物質が分泌され、全身に多様な健康効果をもたらしてくれるんです。マイオカインやノルエピネフリンは脳を活性化、セロトニンは精神の安定、不安や鬱を防ぎポジティブな気持ちになれます。どうですか茨田くん。不散臭さが半端ないです。それにこれ大学と関係なくないですか。ギャグとして考えるならまだしも、広報誌に載せる内容としてはクソ。